はい、おはようございます。おはようございます。本日も天候は土砂降りです。いつも通り、このシーズンは柿の撤荷作業をやっていきたいと思います。それでまた、撤荷作業は親父の動画があるんで、こちらをご覧ください。いやー、昨日は晴れてたのにな、また雨降ってきましたね。最悪です。まあでも、この雨の天気も田舎の自然をお届けしたいと思いますんで、本日もよろしくお願いいたします。行こうかな。本日はね、ちょっとまたイチゴ農園、昼からちょっと見に行きたいと思うんで、自然の映像は午前中だけになりますんで、それだけご了承ください。では、行ってきたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。で、今から午前中に言ってた、いちご農園、方向かいたいと思います。いちごの話は全部新鮮なんでね、めちゃめちゃ楽しみですね。では、いっぱい吸収して、いろいろ、学んでいきたいと思います。
スタで宣伝させていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。僕の700人ぐらいしかいないです。いやいや嬉しい。これだけですか。あ、この側だけです。車です。モノだったやつなんですけど、これだけで100、中の木だな、100から120。この、これですね、二重カーテンという内張り次第カーテン、これが、いつです。これなぜするかというと、暖房を炊くんですけど、あったかい空気ってこう上に抜けていくんですよ。でもイチゴってここにあるんで、別にこんなとこ雨降るないんですよ、上を。だからなるべくその逃げないように締めて熱効率を良くするためですね。に一番変わる。あと、あそこの真ん中に左あるんですよね、緑のやつ。あれが光合成促進器、二酸化炭素発生するものです。その奥にオイルタンクがあって、あれは灯油を焚いて、まあ、灯油をこう燃やして二酸化炭素を発生するものです。で、これここのハウスに、今年の9月に施工するのは本当に、灯油オイルなんで、灯油なんですけども、ここにチューブはわして日中にやるものを作ります。ダクトはわしてここに一番のというのも、あと一番端っこにあるのが温湯管、温湯ボイラーです。ちっちゃいやつですけど、温湯ボイラー。あれは何かというと、結局冬場にこの温めたいんですよ、いちご自体を。で、温湯管と呼ばれる管が通ってまして、その中にこの発泡水が入ります。で、それが40度のお湯を流せるんですよね。で、要は床暖房みたいな感じです。中にお湯流してポカポカさせるっていうのが通ってます。これも結構多いですね。で、ここら辺が、これがまあ二重カーテンの制御盤でタイマーで決めたりとか、あとこれがウィンドリーマー、多分入ってると思うんですけど、温度に設定して、これが、まあ、温度計入ってるんですけど、温度を確認して、ハウスが勝手に開いたり閉めたり、雨が降ったら勝手に閉めたりします。これが、ここら辺がハウス関係の、コントローラーで、これがうちのシステムですね。はい、で、うちはね、うちのシステムは三菱、ケミカルアグリドリームなんですよ。でうちはこのシステムをまず使ってます。これも電商は結構多いとやった方がいいかもしれない。夜電気つけるんですよ。あの 日照延長つって、あの冬とかって4時とか5時に暗くなるじゃないですか、はい、でその要は冬の時に春の環境にしたいんですよ、はいはい、1号の場合で、要は太陽とごまかすために日没後から2時間か3時間電気つけて、あの株を大きくするっていうために電車をつけます。ハイプラチック使ってる容器で、若干ここのこのシステムのコストは安いです。コストは安いですけど、作る方はちょっと向こうの方がいい。面積的にはこれで大体定食、いちごの株は8000から9000ぐらいです。一応ね、一旦、平均が4トンです。4トン、ああ4トン重量で、まあ、うまかったら5トン、6トン、めっちゃ良かったです。一応これ、自分たちで作ってる、あれですか、ここら辺に行こうと思います。はいはいはい。これがね、温湯管って管なんですよ。ほうほう。これをこう、そうなってますけど、こう、立ち上げてきて、あたし、これですね、ここ。あ、これ。ここから上がってきて、入れて、これをこう、入れて。これに温かいお湯、40度のお湯が中に溜まってます。無機質というか、こんなもうほんと土というか木の削った木づと、こんなんあれですか、ずっと使えるの。これもうずっと使えます。いい。多少風化してか粒がこう割れてね、ですけど風化しますけど、もうずっと使えます。多少、まあ多少たまに何年かに1回補充はしますけど、全部交換とかしない。のこれ実際肥料ないんで、
一番ここに大事なのは、まあ、矛盾してますけど、保水性と排水性、この両方を持ってる土が一番いいんです。こういう粒子、こういうやつばっかりやったら、まあ保水性はいいですけど根詰まり起こすとかあるんで、あ、詰まっちゃう、詰まっちゃうんで、でこんなんも入れたりとか、空気の、そう、空気っていうかね、中に空気を入れ込む方法ですね。はい、あのやるって決めて、あの頑張るのが一番だと思います。やりきるのがね、まあ、とりあえず、はい、はい。